どうもタブヤンです。ファミコンジャンプ英雄列伝、覚悟を決めていきましょう。最終決戦、男塾3号生ヒット邪気以降じゃないか、勝負しよう。誰にしますか？加納、桃、太郎、ケンシロウ、あ、生命少ないままの人もいる。抜け作、せいや、翼、91、あ、91なんかもう死にかけてるじゃん。悟空、霊気、イサム、アラレちゃん、あ、アラレちゃんも死にかけてる。ジョジョ、リョウ、万吉、筋肉マン、この、16人か。よし、ガチンコで行こう。もうこっからセーブ機能、まずはね、セーブ機能なしで行こう。男塾でしょ。じゃあ、桃で行こう。ガチンコ。同じ漫画重ねていってどうだったかな、覚えてないな。行くぞ。男塾1号生筆頭、剣桃太郎が相手だ。この邪気が貴様に真の戦いを教えてやろう。戦うか、必殺技、戦う。本は8のダメージ。おお、互角の戦い。必殺技、月、刀、清ねる。あー、これ必殺技使うとあれかな、努力が減っていくのかな。月ぬおー、邪気に銃にあんまり効かない。必殺技、刀。あ、向こうも必殺技、飛行東方総浄水。うわ、48、邪気に24、あんまり相性良くないねこれ。逃げようか、逃げる。桃は逃げられない、逃げる。桃は逃げられない。くわー、これ相性が確かあったと思うんだよね。マジか。いや、これいけるとこまで行くしかないな。清ねる、あー、まだもう少しだ。必殺技、清ねる、はあ、まだもう少しだ。何これ、清ねる、はあ、まだもう少しだ。もう死んじゃうよ。清ねる、ももちゃん清ねる、気は十分に寝れた。刀、18、全然じゃん。何これ、え、もう一回気入れるのか。月、あ、もうダメージ受けないんだ。あー、そういうこと、気入れたから。刀、ももの体力がもうない。刀、あら、もう気入れるの終わったの。あんまり意味ないね、気を入れるの。邪気倒せるか、どうだ。やばい、真空旋風症。もや、貴様の攻撃は通用せん。おお、ももいいね。でもなんか相性は良くないと思うんだよね。ダメージあんまり与えてないもんな。通常攻撃はダメージ受けるし。あー、邪気倒しました、イエーイ。でもももじゃないなこれ俺の負けだ、男塾魂見たか。第2決戦場、マシリト、世界征服をたぐらむ科学者マシリト、勝負だ。これちょっとメモっていかないとな。もうモモはダメですね誰にしよう。マシリトに強そうなの、霊気でいこうか。霊気、ゴッドサイダー霊気、必殺技、神魔欠破弾。あー、全然ダメだ、逃げろ霊気、逃げ。あー、これマシリと外れたな。うわー、相性悪いバイローチャナがダメだ、
霊気逃げられない新マヒモン。いまいちだけどこれでいくしかないな。新マヒモン。うわー、霊気負けました。ぬぐおー。よし、ここは筋肉マンでいくぞ。私のパワーのレスリングを見せてやる。お前なんか嫌いだ、向こう行け。お、あ、勝負できないんだ。抜け作先生で行こう。いきなり尻見せ。あ、どうなんだこれ。怪獣抜けゴン。あ、ボツボツボツ来た。あ、めっちゃダメージ受ける。大怪獣抜けゴンだ。あ、ダメだな、あんまり効いてないですね。変態ギャグ、もっと強く。あ、ダメだ。抜け柵、あ、逃げ出した。抜け柵も違うね。一体誰なの。手当たり次第でいくか。モモ、ダメだ。カノ44マグナム。あ、めちゃくちゃ効く。これ可能だね。マシリとは可能ですよ。よし、44マグナム、やった。これ絶対勝つ。一つ見つけましたよ。マシリと楽勝だ。この世にはびこる悪はこの俺が絶対許さん。いいね。おっと、次はフェニックスか。筋肉マンの王位継承候補、筋肉マンフェニックス。勝負だ。これはもう可能は一回出たからね。モモでいこうか。モモ、相性を見よう。刀、あー、相性良くないな。逃げる、逃げられない。マッスルリベンジャー、ギャー。ダメだ。もうやられてしまった。俺の苦労に比べたらお前の苦労など所詮俺の敵ではない。あ、フェニックス幼少の頃苦労したのかな。さあ、どんどん行こうか。ケンシロウ、そうだな。キャプテン翼、フェニックスくん。あ、資格なし。そうか。万吉、日本一のガキ大将戸川万吉が相手じゃ。よし、ゲイ、古文集合。おー、聞きました。フェニックスには万吉ですね。来た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 。フェイスフラッシュ、勝ったねこれ。ここは一つ我慢試合。あ、何それ、我慢して。怒りの鉄拳。おー、強い万吉。さあ、第4決戦場、九四郎ビクトリー球団、峠九四郎。勝負だ。これはもう山下太郎くんでいくか。おで、史上最高を目指している山下太郎だと。ワイの投げるボールを受けてみ。最高のボール、あ、全然ダメだ。九四郎には勝てないみたいな。逃げられない。太郎をやられてしまった。ジグジョー、ジグジョー。誰だろう。こういう、ま、9-1 いく？ボール対決で、スポーツ対決で、やっぱ翼くんでいこうか。翼くん出た。ドライブシュート。
最初から全力投球だ。あ、ダメだ。相性悪い。逃げ出した。イサム出そうか。僕の名はイサム。野球のルールも知らんでワイド勝負なんざ10年早いわ。あ、ダメみたいです。筋肉マンいけい。あ、ダメだ。野球のルール知らないとダメみたいですよ。あられちゃん行く。おお、受けてくれるんだ。あられちゃん、んちゃほー、んちゃー。おお、聞いた。これ九四郎はあられちゃんだね。来た来た来た。あられちゃんあんま強くないんだけどね、育ってないんだけど遊ぶっていうね。うほほーい。あ、やばい、体力が間違って戦うしちゃった。体当たりキーン。勝てるでしょ、あられちゃん。んちゃほーで、んちゃー。よーし、やりました。もっと遊ぼう。いや、今回クリアできるかもよ、これ。第5決戦場。あ、パーフェクトキーパージノヘルナンデス来た。可能でいこうか、もう一回。可能。君には割ることはできないよ。あ、断られた。ケンシロウ行こう、ケンシロウ。北斗神拳。北斗百裂拳。あったおー。お、聞いてるー。天破滑殺。あ、黄金の右腕。天破滑殺。あとやったー、ヘルナンデス。ケンシロウだったんだね。いいよ、しっかりちゃんとメモしておこう。北斗神拳の前に貴様の勝利はない。ヘルナンデス弱かったな。第6決戦、宇宙の帝王。誰だ、抜け策でいこうか。愛などという甘い感情を持つ者が私を倒せるわけがないのだ。失せろ。ダメか。じゃあ、そうだな、愛がない人。いや、いないんだけど。そんな人。91いけ。アストロ球団。あ、ダメだ。じゃあもう一回可能か。可能押し。あ、可能さっきやったか。ケンシロウの連打っていう抜け作先生。ダメだ。誰なんだろう。セイヤ。地球人どもめ、この私が立ち上がった以上ただではすまんぞ。ライエル。ペガサス流星拳。お、これ効いてるんじゃない。ペガサス水星拳ジェットクラッシュ。あ、でもダメージも受けるな、こっち。どうなんだこれ。相性結構いいよね、相性。コスモを燃やす。ブラストフラッシャー。うわー、ダメだね。これライエル、セイヤで合ってるのかどうかわかんない。コスモを燃やして、ペガサス水星拳。あー、これいい。ペガサス水星拳。あ、最初にコスモを燃やしてから打ちまくりゃいいんだ、これ。勝てる。セイヤで合ってるね、これ。よし、ライエル撃破。アテナのためにも俺は負けるわけにはいかないんだ。来た来た来た。第7決戦場、ラスネール、デビルサイダー、ラスネール伯爵。誰か知らないけど、ラスネール。ここはもう一回登場した可能とかももう一度いけるか。おお、いける。44マグナム、マシリと倒したこのマグナム食らえ。おお、効くー、一発。めちゃくちゃ弱い。可能めちゃくちゃ強い。
まさかの加納2人抜きっていう大活躍。私は不死身決して死なん。どういうこと？手錠をかける。テレポーテーション、ラスネイルはダメージを受けてない。可能じゃないのか。44マグナム。何これ、何なのラスネイル。当たった。私は不死身決して死なん。どういうことこれ。可能では倒せないのか。手錠をかける。何度でも倒したらいいんじゃないの。どうだ、何なのこの人。あれ、私の不死身の体がうぎゅう。この世にはびこる悪はこの俺が絶対許さん。あ、4回倒したら倒せました。ラツネール、ある意味手強かったぞ。さあ、第8決戦場、ヒゲゴジラ、ハレンチ学園教師ヒゲゴジラ。弱そうだ、いける勝負。もう可能押しでいく。まだね、悟空とイサムはちょっと温存してるんだよね。あとジョジョとリョウもいるな。できるだけちょっと温存しといて。ケンシロウ向いてなさそうだよな。マンキシとかどうだ。教師に手を挙げることはできねえそうか。あられちゃん行ってみる。あられちゃん、この吉永さゆり先生様に逆らうやつは許さないわよ。何言ってるのかわからないけど、んちゃほうだ、んちゃー。あんまり聞いてない。これは負けるか。あられちゃん、んちゃー。いける、勝てる可能性あるよこれ。んちゃー、体力がない、まだいける。あられちゃん頑張れ、んちゃー。あ、これいけるんじゃない。ギリギリいい勝負だね。ねえ、わたちきれい。うわ、あられちゃんにセクハラだ。あられちゃんはノーダメージ。あられちゃんは意味が分かりませんでした。結構相性いいかも、あられちゃん。んちゃー、あられちゃん、んちゃー。わたちのはとってもなのよ。あられちゃんには効かないでしょ。ほいよ、あられちゃんはダメージを受けてない。あ、これ相性いいかも。あられちゃん。意味がわかんないから、相手の下ネタが。あ、まだ勝てない？あ、ギャグ値が足りない。タブヤンの努力値を分けてあげるかい？うわ、どうしよう。ハイジにしようか。ちょっと分けてあげよう。これでいいかな。はい。んちゃほう。んちゃー、決めてしまえ。まだかー。んちゃー、よっと、これは大きいぞ。あられちゃん大活躍。もっと遊ぼう。よーし、あ、炎の ACDC じゃ、かっこいい。ジョジョのやつだね。俺はもうケンシロウに行ってもらおう。あ、ダメか。じゃあもう、うちのエース加納で行こうか。どうだ、おお、加納3人抜きいけるか。44マグナム。あ、ダメだ、逃げろ加納。加納逃げろ。うわ、ダメか。 ACDC には勝てないぞこれ。手錠をかける。フラッテクタバレ開演の王のモード。うわー、逮捕する。ダメだ、逃げろ。あ、逃げ出した、オッケー。SCDC ぐらいになるともう抜け策のギャグでしか
倒せないか。ダメだ。じゃあ翼くんのドライブシュートだ。ダメだ。91アストロ球団ダメ。そろそろセイヤは。おお、まずコスモを燃やそう。さあどうだ。あ、相性悪い。ダメージ受ける。だいぶペガサス水星ゲーム。あ、ダメだ、逃げろ。クフフフフフ、セイヤではないみたいですね。悟空とかイサミちゃん行く？シティハンターリョウ行こうか。リョウちゃん、あ、ダメ。じゃあもう主役級行ってくる、出しますか。イサム、よし。投げ縄食らってくたばえ、火炎の、あ、相性良さそう。どうだこれ、早打ち。あ、それほどでもないね。これでも地味に勝てるかもよ、イサムちゃん。多分 SDC はイサムちゃんじゃないんだろうけど、レベル最高級で上がってるからね。これ守備力がある。イサムいけ、地味に勝ってしまえ。よし、イサムやってくれました。どうだ、イサム三角だね。もっといい、いい効果のあるやついると思うんだけど。双子峠の主、赤兜。犬の漫画かな、な、銀河とかじゃなかったっけ。こっち側には銀河いないのにね。熊を相手にすんの、これはもうケンシロウじゃない。無双転生。あ、ノーダメージ、嘘。飛行がわからんって言ってる。人間と違うからか。逃げろケンシロウ。あ、ダメだ。じゃあ44マグナムでいいんじゃない。可能、44マグナム。ああ、そんなに効かないね。赤カブト。これはダメだな。逃げろ。ダメだ。逃げろ。よし。抜け作先生、ギャグで、いっちゃってください。変態ギャグ。もっと強く。言葉が通じないか。ダメだこりゃ。逃げろ。セイヤコスモいっぱい残ってるんだけど体力がないな。行こうか。よし、コスモ燃やしてる暇ないんだけどな。これ燃やすか、一撃でやられるかも。あ、相性良さそうだぞ。セイヤ二人抜けなるか。ライエルも倒してるからね。ペガサス水星剣、おお、来たー。あれ、なんと今倒したのは赤カブトの子分だ。いやでも相性いいねこれ。セイヤだね、赤カブト。ほら、いける、このままいける。また子分。子分二人が。ペガサス水星剣いける。もう一丁、まだかしつこいな。これで終わりにしとぜ。やったー、キャインキャイン、やりました。これで10人抜き第11決戦場、ジェミニのゴールドセイントサガ。うわ、ボス級のやつが次々出てくるね。
どうしよう。今のところまだ相性のいいのが出てないのが、翼くんはまだ活躍してないよね。翼くん行こう。ダメだ。抜け作先生もまだ活躍してない。抜け作先生、佐賀に尻見せちゃってください。おお、効いてるこれ佐賀には抜け作先生だね。大怪獣抜け込んだ。ほら、佐賀も真っ青のギャグだこれ変態ギャグ。もっと強く。あ、怪獣抜けゴンの方が効くみたいですね佐賀に大怪獣抜けゴン、ギャラクシアンエクスプロージョン、わお、変態ギャグ、もっと強く勝てる。これゴールドセイントに抜け作のギャグは通用しているぞ。いけー。あ、手強いな。でも全力パワーだったら勝てそうだけどな。どうかこれ、もう無理か、厳しいかこれ。相手も強い。どうだ、決めちまえ。あ、元老魔王剣、やばい。抜け作、抜け作には元老魔王剣が効かない。なんで？すげえ、大怪獣抜け込んだ。なにこれは。やった。あ、そして第12決戦場、世紀末覇者ラオウ。さあ勝負。そろそろ温存してたメンバー出そうか。ジョジョでしょ、ここは。この波紋使いのジョジョ様がお相手するぜ。貴様は北斗七星の脇に輝く創世を見たことがあるか。ある。貴様は俺と戦う運命にあったらしい。視聴生のことかジョジョ波紋パンチ。あ、ダメだ、相性悪い。あー、ダメですね。逃げろ逃げろ逃げろ。あー、ダメだ、視聴性が見え、うわー視聴性が見えてる。ジョジョを無駄にした。強烈。じゃあスナイパーリオさんで。ないのか視聴性なんか見ないんだよな。やばい、悟空でいこうか。あ、悟空もないのか。やばい、ケンシロウで行く。ラオ対ケンシロウ、多分違うと思うけど。うわー、ケンシロウ対ラオウ、無双転生、天照崩裂。これストレートすぎる。あー、でも結構頑張ってるケンシロウ。天破滑殺。ケンシロウも体力全開だったらな、勝てるかもしれないけど、ヘルナンデスと戦った後ですからね。これは厳しい。ぐわー、ラオウめ、無双転生押しでいくか。どうだ、無双転生。どうだ、どっちが勝つか。無双転生。あ、守備力上がってる、相手の。無双転生、ラスト無双転生か。次回もお楽しみに。さよなら。